ニバーサル・スタジオ・ジャパンが新たに売り出すのはジュラシック・パークを活用したオリジナル謎解きプログラム。その狙いは、パーク史上初のチーム協力戦新団体プログラムです。コロナ禍で希薄になった企業や団体などのチームの絆の強化です。2時間以内にミッションを達成できなければ恐竜がパークに放たれる。参加者は専用のサイトに入り、全員でお揃いのポーズで写真を撮るなど、次々に出題されるミッションをチームで解いていきます。これもっとこっちじゃないんだ、もう一回あっちでもちょっと、あ、そっちなんだ。今日一足早く体験したのは旅行会社 JTB の社員60人。このチームは入社35年ほどのベテランから新入社員まで、部署も年齢もバラバラの6人です。普段しゃべることはないですか？初めまして。よろしくお願いします。初めての共同作業ですね。そうですね、そうですね。ミッションは謎解き要素に加え、チームの協力が不可欠なものも。アクション。新入社員の活躍で早速ミッションクリア。さすが、さすが。やっぱデジタルが強いんで。年齢や役職を超えて達成する一体感が売りです。授業部一緒でもあまり話す機会ないので、すごい貴重な経験でした。いろいろコミュニケーションが取れたので、すごい良かったと思います。そうですね、普段こういう話しないんで、そこがいろいろコミュニケーション出会ったらね、話せるねって思います。USJ ではこれまでも企業や団体向けにパーク内の専用施設でエンターテインメントパーティーや貸し切りなどのプログラムを提供していて、福利厚生や優秀社員を激励する社内行事などに使われてきました。今回のプログラムでは USJ にとって施設を増設せずとも新たな顧客を取り込める一方、企業や団体側にとっても絆を強くするいいきっかけになるかもしれません。チーム一丸となって、解決していく楽しさっていうのをですね、味わっていただいて、それをまあ仕事に反映していただく、あるいは学校で、クラスで反映していただく、そういったことにつなげていっていただければいいかなというふうに思っています。